したんです。ご協力いただくのはクレールの、はい、あ、稲見博士と申します。よろしくお願いします。硬いねちょっと緊張してる緊張してるそうです。はい、じゃあこんにちは、ダンロップスポーツ、テニスの、ラケット企画担当鹿島です。よろしくお願いします。はい、します。はい、はい、今日のラケットは、はい、早速なんですけど、スリクソンですね、レボシリーズの、今回 V ですね。でこれが第3代目になるんですけども、今まではこの 3.0 ですね、こちらと、すみません、こちらの 5.0 という2機種だったんですけども、これのですね 3.0 のツアーモデルと、ツアーモデル、はい、っていうのと 5.0 の、あ、すみません、オーバーサイズと、オーバーサイズいうこの4機種でなりましたので、はい、より、幅広く、ラケットを選んでいただけるというラインナップにしております。なるほど、はい、一言で言うとより食いつく、ラケットになってます。前作も随分食いつく感じでしたけど、ね、はい、あのこれなんかはこう、はい、押せるスピンなんてこう本当にこう、はい、グッてこう食いつきがすごい強いイメージがもともとあるラケットシリーズ 3.0 とか、そうです、それでもさらにってことですね。そうですね、はい、と、まあ、あのセンターで食った時っていうのは、まあ、前回より少し上がるぐらいなんですけども、この特にですね、面先ですねに外した時の食いつきを今回特に上げております。上の方で打った時により食いつくと、はい、そうですね、ですね、今までこういうラウンド形状、まあ、あのいわゆる黄金スペックのこういうサイドの厚いラケットっていうのは、はい、まあ、パワーがすごく重視されてたんですけども、まあ、今のテニスっていうのはもう本当にいろいろなショットを打たないと、勝てないんで、まあ、面先でを使ってスピンをかけたりだとか、というショットがかなり増えてるんですね、うん、特にあの、まあ、サーブなんかでもワイドに切れるサーブなんか、返すときなんかはどうしても必然的に面先で捉えないといけないときとかあるんで、そういうときなんかでも、しっかりと返るような、面がぐらつかないような、あのしっかり踏みつくような、ラケットになっております。なるほどですね、はい、ですからパワーにそういう巧みなショットも、打てるようなラケットの形ですね、はい、タッチもいいと、タッチも生えてます、はい、結構今回のやっぱ食いつけないんで上にこう持ち上がりやすいんで、さらにそうです、無理にこう下から上に擦り上げんでも、あの結構弾道が上がってくれるんで、うん、はい、アイショットですね。なるほど、はい、引っかかってくれます。やっぱ衝撃感があの減ってるので、衝撃感どうしてもグリップを強く握っちゃったりして、ラケットワークがラケット走らないとかあるんですけ ど、 なるほど、はい、衝撃感も結構リラックスして振れるってことですかね。そうですね、はい、ラケットしたら打った時の真ん中だった時の感触が、うん、前のモデルもすごい柔らかく感じる。前、一個前のモデルよりも前のモデルより柔らかい、柔らかい、球がよく乗ってる感じが非常に強い、低いところの先端に引っかかりがちなところが、そうですね、はい、いつもだと本当にこうフレームに引っかかって上に持ち上がっちゃいそうなのが、はい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 、すごい低い弾道でビュンってまっすぐに飛んでくれる感じがする、はいはいはい、そうですね、あのどうしてもここで低い球とか時取ること多いんですけども、ここで乗らないと滑っちゃって、まあ、先ほどウッキーさん言われた通りガシャみたいなショットとか抜けちゃうのが多いんですけど、しっかりとここでボールを掴んでくれるんで、しっかり回転をかって、まあ、持ち上がる、ね、持ち上がる、はい、っていうのは、はい、そうです、持ち上がるのがこう上にこう本当にすごい山なりっていうよりはこう、うん、低い山なりでこうしっかり浮かないで返ってくれる感じがしますね、はいはい、こう自分のスイングに素直にこう、はい、ボールも、はい、ね、横に振ってるのに上に行っちゃうとかじゃなくて、そうですね、はい、ちゃんと振ったなりのボールがしっかり、はい、うん、外してるはずなのにちゃんと飛んでる感じ、これも非常に乗ってくれるんで、はい、そこからコントロールができるということで、あとはまあぐらつきが前よりもかなり減ってますので、はい、やっぱこれぐらつくとどうしてももう、うんうん、あのガシャというか浅くなっちゃうんですけども、かなりこれの安定性は、面の安定性が高まってるってことですかね。そうですね、はい、これが硬さではなくてそのスリングの可動が適度にしてくれるので、うん、はい、相反すること言っちゃったらごめんなさい、
弾くんだけどよく乗る感じがする。反対やん。おかしいな。反対やん。でも本当にそういう風に純粋に思うと思うんですよ。当てて、こう合わせてでもしっかり弾いてくれるのに、うん、こうやってスライスで押そうとするとしっかり乗ってくれるんで、押せるんだけど弾いてくれるんですよ。ちょっとだからかけようと思ったら乗るってことですかね。そうですね、うん、こう自然に合わせといて弾いてくれるラケット自体のパワーっていうのがあって安心感が一つ、はいはい、こうコントロールしたくて自分がこうラケットを押し出していった時にやっぱりこう乗ってるっていう感じがあって、そうですね、でもちゃんと収まってくれるっていう安心感があって、はい、2つ相反する安心感が本当に1つになってるような感じが感触としてはありました、はいはい、うん、あんまりない感じですねそれもね。ちょっと不思議な感じですいません、変なこと相反すること言ってますけど純粋にそういうふうなイメージを受けます、うん、まあ、インパクトは実際ラケットにそんなに時間と変わらないですけども、まあ、感覚でやっぱり乗る感覚があるので、うん、しっかりと打ちたい方向にすごくこうスイングをものすごく持っていってもらうイメージがあったんで、はい、やっぱりかなりこうキャッチしてから、うん、あの振り出していくという、うん、まあですね、合わせて自然にコントロールしやすい、はい、なるほど、けどよく飛んでくれる苦しい時に合わせるだけでも十分に飛んでくれるパワーフォローがあるので、うん、はいはい、すごいボレしやすい。いいじゃないですか。いいですよこれ。柔らかい感じですね。僕は今いつも 2.0 を使ってるんですけど、 2.0 に比べるとやっぱり飛びもよくて、しっかり回転をかけようと思った時には思った通りの回転がかかるイメージです、うん、でもちろん飛ばそうと思った時にはフラット気味に、厚い当たりでも打ってますので、まあ、勝手にフラットに打とうと思った時になんか回転かかっちゃうラケットもあるんですけど、うん、これはなんか思った通りのイメージに近い弾道になるってことですかね、はい、そうですね、自分の打ったものがいくようなイメージですね。なるほどなるほど、はい、だそんなに振った感じとのギャップが出ないってことですかね。ギャップがあれ結構振ったのに飛ばないとかっていうのもあんまないです、うん、ないですね、まあ、逆にやっぱり振らないと飛んでくる、まあ、ツアーモデルですからね、その辺は結構必要ですよね。そうですね、うん、はい、で、まあ、ただ普通のツアーモデルだとどうしても重さが315とかなるんですけど、こちらは 305g にしてますので、結構いろいろな方でも使っていただけると思います。そうですよね、はい、まあ、そんな重すぎないし、はい、で少し頭の方は重くしてるんですけども、うん、全然使っていただける範囲なんで。なるほど。でその見ててもやっぱり球がこうなんか重たいような感じで飛んでいってたんで、はい、振り抜きも良さそうでしたね。振り抜きはもうピカイチ、はい、ピカイチ。なのでコワゴワとこうボールに合わせに行かなくてもしっかりと熱くトレーなんかでも当ててもらっても安心して入ると思います。なるなる、はい、どうしても行き過ぎるラケットはコワゴワ合わせてしまうんですけど、はい、これは熱く行ってもらっても大丈夫です。なるほどですね、はい、逆に 3.0 でちょっとオーバーパワーという方はこの 3.0 ツアーのチョイスもいいんですよね。ストロークはちゃんと飛んでくれますし、ボレーの時にはちゃんと飛びすぎないっていうか、うん、いい意味で抑えが効くってことですかね。抑えが、はい、うん、すごい効いてボレーもしやすく、うんうんうん、そうですね、本当今おっしゃっていただいた通り、そのバーンと爆発するような当たったらもう飛んでっちゃうみたいな感覚がないんで、うん、本当に安心してこう結構当てに行ってもらって、うん、熱く当ててもらっても一回乗ってくれるんで、そこからアンダースピンかけてしっかり収められると、まあ、手元でコントロールしやすいというかですね、はい、それがどうしても乗らないともフォアゴアこう、うん、そうね、合わせに行って持ち上げちゃったりとか、まあ、よく言う手のひら感覚というか、そうです、こう掴んでこうコントロールするようなタッチがあるとですね、はいはいはい、掴んでそこからもう一回こうグッと押していただいても大丈夫。 そうですね、その中圧フレームって意外とそこがない、そうですね、なくて、はい、抑えが効かなくてガッとポリンして飛び押されたりっていう方多いですよね、はい、そこがちょっと、まあ、普通になんていうんですか、ラケットの、まあ、オーバーパワーなく、そうですね、ストレスなくコントロールできるっていうのは素晴らしいですよね。
どうですかね、パッと打った感想として。やっぱ感想は本当にストロークは、しっかり飛んでくれて、でボレーも飛ぶかなと思ったんですけど、その飛びすぎない感じの、うん、ちゃんと収まってくれる感じなので、うん、すごい僕は良かったです、うん。2.0 と比べてどうですか。 2.0 と比べても本当に飛びがよくて、うん、ボレーの時にはあのボレーは 2.0 の方がやりすぎかなと思ったんですけど、うん、そんなこともなく、うん、あんまり違和感なかった感じですよね、はい、うん、逆になんかビュンビュン振り回せてて、ね、ちょっと軽くちょっと軽くなった分ね。3はちょっとこう今まで思ってたイメージをちょっとさらに良くしたような、うん、感じが本当全体的にあって、ストロークは本当によく飛んでくれる、ちょっと上の方に引っ掛けるケースがやっぱりそういう今のストロークって多いと思うので、そういう部分でのパワーフォローがあるのは非常にありがたいし、ボレーは本当に相反するような表現でさっきお話してましたけど、弾くけど乗るんですよね。なんかボックスっぽいようなイメージもありつつ、ちょっとパワーもある、ボックスフレームみたいなフィーリングもあるってことですか。もありますね。だからこうボレーなんかインパクト取って押すような感じが本当にボックスの形状みたいに押せる感じが本当によくわかる。そこはやっぱり鹿島さんの構造上のトップ部分ですよね。基本的にはボックス形状のラケットはあの薄いラケットが多いんで、上に当たってくれても若干こうしなりでその衝撃っていうのをラケットのしなりで緩和してくるんですけど、どうしてもこういうラウンドっていうのは分厚いのですので、あまりしならなくて、そのちょっと外すとすぐにラケットに、ぐらつきとか吸収ができないっていう場合が多いんですけど、我々今回ここにですね非常に、高伸縮のグラファイトを一部入れております、はい、ですので当たった時にストリングがたわみにくいんですけども、それがしっかりとこうたわんでくれると、こういう形でフレームの上の方のカーボンが、この辺に当たった時にこういう風に少し下に下がってくれて、たわんでくれ、掴んでくれると。じゃあ結果的にはボックスと同じような動きをする、はい、そうですね、ってことですよね。ボックスはラケットのしなりで若干それをカバーしてくれるんですけど、うん、はい、これはあのこういうのはあまり期待できないんで、うん、その分少しこうたわませるとラケットですね、っていうので今回上に高伸縮のカーボンをつけております。ただちょっとそういう近いフィーリングもあったってことですね、はい、ありますね。逆にこうしなっちゃうとこうブレる感じがあるけど、これ、はい、しならない分ブレないけど、はい、ホールドするってことはこっちの方がメリットが大きい。そっちの方がいいですよね、ってことですよね。まあ、けどボックスはボックスまだいいところが、ボックスは全体的にしなる感じが、はい、そうですね、はい、そうですね、まあ、その辺はお好みもあるんですけども、そうですね、はい、これはただそういうパワーを求めながらよりこういろいろなショットっていうかですね、うん、はい、面先の食いつき求める方はこちらをぜひ。なるほどですね、はい、これはまた今年のラケット選びは難しいですね。難しくなりそうですね。難しいですね。指摘に迷いそうです。ちょっと